ホーエンベルク・アンデア・エーゲルは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区の文字イーデル、イム・フィヒテル・ゲビル・ゲ軍に属する市であり、シルンディング行政共同体を構成する自治体である。ホーエンベルク・アンデア・エーゲルは、フィヒテル山地自然公園の東端に位置する。市内を貫いて、エーゲル川が流れている。標高653メートルのシュタインベルク山が、 地域で最も高い地点である。ホーエンベルクは、チェコと直接国境を接している。チェコ側の隣町は、リバーで、ハンマーミューレとドゥビナの間に国境が通っている。本市は、公式には10の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。エーゲル側に落ち込む急斜面に、シュタウフェン時代の帝国城塞エーゲルの保全に、関わった城が建っていた。 1222年のバルト雑ンの造与証書の中で研究されているベルトホルトでホンベルクという名がこの町を記した残されている最も古い記録である豊かな資産を有する騎士一門はブンジーデル城やエーゲル城祭の報道も有していたこの一門の最後の当主であるクノイセルホンホーエンベルクの後はニュルンベルク城白フリードリヒ三世が 1285年に、ブンジーデルを、そしてその後間もなくホーエンベルクをも受け継いだ。ホーエンベルクとブンジーデルは、エーゲル帝国都市の地域で、ホーエンツォレルン家が最初に獲得した地となった。1322年に、ホーエンベルクは、エーゲルと共に、ボヘミア王ヨハンフォンルクセンブルクに担保として与えられたが、ホーヘンベルクの引き渡しは、実際には行われなかった。 1413年、ホーエンベルクは、ついに、エーゲル地方裁判所管区から分離されて、アムト・ホーエンベルクが設立され、その後バイロイト辺境白領のゼクスエム・ターラントとなった。この城の付近に、宿屋や飲み屋、製粉所を持つ入植者の存落が形成された。ホーエンベルクの村と、城は1799年まで、皇帝の避難所としての特権を与えられていた。 4本の石柱が村の入り口に建てられ、保護区域の境界を示した。保護区域は皇帝の被護下にあり、ここにたどり着いた犯罪者は差し当たり追跡から逃れることができた。1814年、カール・マグヌス・フッチェンロイターは、バイエルン北東部で初めてとなる政党会社をホーエンベルクに設立した。議会は市長を含めて13議席からなる。 ドイツ陶器博物館広さ2000平方メートルに3世紀の間に作られた陶器が展示され文化史や製品の変遷が理解できるようになっている。地域、国、あるいは国際的な地域やテーマを決めて展示される特別展示品は1年に3回交換される。この博物館は16キロメートル離れたゼルプの博物館複合体とともに博物館、 ゼルプ陶器の世界を構成する。ホーエンベルク城はフィヒテル山地地方で最も保存状態の良い城郭である。この城は三つの円筒と二つの格闘、張り出し部を持つ六角形の構造になっている。城壁通路も一部保存されている。内定には1666年建造の領主の館や護送用の柱、 シュタウェン時代の穀物を測る積成のメッツマスなどがある。ありがとうございます。